おはようございます。皆さんおはようございます。月曜日ですけど頑張りましょう。皆さん皆いつから冬休みなの？いつから冬休み？明日からでーす。頑張ったね。3学期頑張ったね。お疲れ様です。よく頑張りました。あなたも耳はじけだしです。こんにちは。2学期なって、マジ上げ足取りすんな。朝から頭合ってないんだよ。ちょ待って、切れそう。切れない。おはようございます。なんかさ、髪切ったんですけど、寒いわ。髪切ったら寒い。なんかいつもやってもらってる人じゃなくて、なんかよくわかんない人にしてもらったら、ちょっとめちゃめちゃ短くなって受ける、受けてる一人で。よくわかんない人に髪切られたわ。てかさ、髪を切ったりさする時間ってさ、何もすることなくて暇じゃん。それでさ、例えばさ、こうなんだろう、成人してる人とかだったら髪染めてみようかしらとか、ブリーチしてみようかしら。でもブリーチってさ、ある程度は痛いわけよね。そうさ、痛い思いをしてさ、ずっと机に座らされてさ、勝手に髪洗われたりしてさ、お金払ってんのわけわかんねって思いながら、この前ちょっと待って、 BGM うるせえんだけど。ってやりながら俺髪切られてたわ。正気わかんねえと思いながら、いやいやいや。でそれを話したらさ、その切ってる美容師の人もさ、いやそれは本当にそうっすよねって、俺も切られるとき思ってますもんって。もしかしたら美容師さんみんな S なのかもしれないね。変な人って思いながら。話すよ、全然話すタイプだよ普通に。てか朝だぞみんな。今日もさ、ちょっと寒くないか？ちょっと寒いよな今日。ちょっとまた毎朝の東京温度で検索するしかないな。3度です。皆さん今3度です。東京はね、降水確率 90% です。ちょっと本当に気をつけてください。湿度 87% です。オレンジよりあるじゃん。なあ、何東京、嘘だろ。湿度 87% ってもう何、湿度って何なの？湿度って結局何なの？びしゃびしゃになるんじゃない？ 100% が水ってこと？意味わかんねえんだけど。ちょっとごめん、額がなくてごめんな本当に。じゃあ俺今日しょうがないからヤフー占いで星座占いしてやるよ今日。しょうがない。いきます。俺ちなみにヤギ座ね。1月13日生まれのヤギ座です。ヤフー占いします。まず、11位乙女座、人に譲るとスムーズって書いてます。10位牡牛座、あなたの善意で人を助ける日です。9位サソリ座、人からアドバイスをもらって。8位カニ座、利害関係を意識しないで。7位魚座、人と自分の境界線をはっきりさせて。6位いて座、自分のことに集中できる日、はあ、5位獅子座、大切なものが分かる日。何？ポエムかな。4位牡羊座、情報収集に月がありそう。なるほど。3位天秤座、自分磨きに適している日。2位双子座、素直な気持ちで過ごせそうな日。さあ残りがね、水瓶座とね、こちらヤギ座なんですけども、残念ながら1位水瓶座です。癒しムードに満たされる日だそうです。そして私のヤギ座は12位、ヤギ座です。思い込みが激しくなってしまうかも、被害妄想してしまうと。まあこちら冒頭でもありましたよね。その何、普通にみんなはさ、2学期お疲れ、いやいや3学期だよって教えてくれたのに、お前ら揚げ足取ってんじゃねえみたいな、これ思い込みだよな完全に。みんなは優しい気持ちで教えてくれたのに、俺はそんな、切れそうだわ俺自分に、マジでごめん。
みんなその占いでどうにかあれですか、まあなんか朝一発目から占い聞いたらね、 なんとなく今日頑張ろうとか頑張らないとか決まるっすからね。まあ、成瀬占いでいくと1位はヤギ座、その他みんな一緒、これですよ。やっぱそれよ、めちゃめちゃ当たる。そういえばさ、まず最初の方をさ BGM にしてたんだけどさ、昨日動画上げたんだよ、みんな見てくれてるちゃんと。ね、ちゃんと再生してコメントしてマイリストしてダメなんだよ、怒られるよ、してきてください、めっちゃしてきて。やってくれたの優しくない？優しい。で今日多分今日か明日か YouTube にあげるわ、チャンネル俺な、 YouTube 勢の人たちは聞いてくださいな、そっちでも。え、えらい、俺今年が終わろうかとしてるのにちゃんとしてる、えらい。明日クリスマスイブなんですけど、皆さんなんかすることあるんですか？え、ってか明日クリスマスイブなんで、やば、カタカナ2文字やば。ああ。やば。鬼じゃない。いや、だよな。まず、部活とかバイトとかが。なあ。ねえ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 。俺さ、コンビニに行ったらさ、クリスマスシーズンとかさ、なんかさ、サンタの格好をしてさ、チキンを売ってる人たちいるじゃない。わかる？いるんだよ。めちゃめちゃ嫌そうなの好き。俺さ、あの人たちめちゃめちゃ嫌そうだなっていうの好き。分かって好き。すぐ分かって好き。なんか、嫌なんでしょ？でもそれしょうがないもんね。好き。基本なんか苦笑いでやってるの、めちゃめちゃいいなって思ってます。みんなもクリスマスなんか予定入れなよ。普通に引きこもりの引きこもり族は俺が守っとくからさ。みんな何かしておいでよ。彼氏とデートだって。だってみんな彼氏とデートのやつもいるぞ。皆さん彼氏とデートの人もいるそうです。あれだな、いいねって、はっていう人もいれば、いいねっていう人もいる。朝の生放送って感じして俺すごい好きです。いいね、本当に俺もいいねっていうのを押したいわ。いいことだって、はあ、デートとかね、デートとか何すんの、何すんのマジで、ちょっと何どもってしまったんだけど、何するの本当に、未体験のやつきつ。何すんの、手繋いで、 あれですか、綺麗だね、うん、イルミネーションよりもずっとキャッみたいな、そういうやつ ですかね、本当に。いやいや、本当に今日朝早く起きて準備してきたんだね、綺麗だよ、あーみたいな、なんかわかんないわかんないわかんない、そういう感じだろ、そういう感じだろ、この話やめよう、意味わかんないことを話すな。え、こういうイメージなんだけど、俺の中のデートって。え、なんかその、え、思い出残そうよ、カシャッカシャッチュッカシャカシャッチュッチュッチュッみたいな、その、なんだろう、カシャッっていう、一緒に写真を撮る名目からキスをするっていう、一発入ってきた時にそっちが優先されるっていうのを見たぞ俺は。え、違う、だからカシャッ一緒に撮ろう、カシャッカシャッカシャッチュッカシャッチュッカシャッチュ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 ッみたいな、チュッ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 チュクチュクチュッみたいな、その
サビ前みたいな、なんかその感じになるんだろう。クリスマスのカップルはサビ前になるんだろう。チュクチュクチューってなるんでしょ。マジ謎だわ、意味わかんね。朝から、いや朝から、いや違うでしょ、もう明日だから、もう今から準備しとかないとダメだろ。普通に何せのクリスマスの予定は何ですかってあったらさ言うよ。俺今日これするんだ、今日ここに行くんだよって。俺今年中に完成させないといけないのか、あと2曲あるんだよ。はっはっ、あー助けて、やだやだ。クリスマスってあさってじゃないの？クリスマスイブはそのあれでしょ、カップルで過ごすんでしょ、でクリスマスが家族で過ごすんだよ。え違うの？教えろ、全然わかんないやつから。俺ちゃんと教えてくれなきゃ嫌だ。そうなの？えそうなの？違うの？おい待って、何それ、ローカルルール、俺ローカルルール適用させてる、もしかして。ねえ何それ、あのいろんな地方の人と一緒に集まって大富豪してた時の8で流すよねとか、そのなんだろう、11で戻るとか、その何そのルール、え何そのクリスマスルール、俺のローカル怖っ。聞いてる人もいるっぽいな、そういう、まあ、そういう派もいれば、そうじゃ、いや意味わかんねえよっていう派もいるっていうことで、はあ切れそう。日本人はその人が多いらしい。ちょっと俺それ嫌だな。なんか、なんかもっとこう、特別な存在みたいな。え、中二病なんかな？なんかさ、みんなそうらしいよって言われたときに、ちょっとなんか、あそうなんだって思いつつも、もしかしたら私もう一発かませるかなみたいな、なんか違う視点から一回いかないかなみたいな。ベルタースオリジナル的な、なんかない、その、なんだろう。え、みんな赤色買ってるよって言われた時に、あなるほどねっつって青買うみたいな、しれっと青買うみたいな、いや俺そういう人間なんだ、マジごめん。青買おう。かっこよくない？えそうマジわかる。えそれでさ、それでさ、俺本当は赤でも全然いいのに青買っちゃった手前、赤のやつらが集合してるとき、俺普通になんかリコーダー吹くしかねえみたいな、なんかピーピーピーみたいなのあると思います。死にた死にた。自分が好きなものが一番いいから。昨日あげたやつです。なんか歌聞くたびなんかマジ俺って思うんだけど、俺これ、えみんな聞いて、これ俺これ俺なんかさおもろいさエピソードがあってさあのこれ最後にさ、最後にさ聞いてて、リップ音がこのチュッっていうのが入るんだけどさ、あのさマウスのクリック音かと思ってさ、あの一回最初の方さ消してたんだよね俺。シュースくんなんだけど、ここマウスなんかクリック音、あノイズが乗ってらっしゃると思ってさカシャって消してささあなんかあんたリップ音乗せてないわよみたいに言われてさ、何リップ音って言って最後のやつなんだけどさ、クリックにしか聞こえないんだかみたいな。しかもシューズから言われたしね、クリック音だよなこれみたいな。いいと思います。もうすぐ7時になると思います。で7時までだから、もうちょっとでみんなとバイバイだよ。もう悲しいな、悲しいよ。
こちら私のツイートから飛べるので、ぜひとも再生とマイリストしてくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。心の中いつもいつも叫んでる、夢を乗せた自分だけの世界地図、タケコブタ。すいません、おはよう池袋が遅くなりまして申し訳ございません。今日本日ね、バスターブローズのおはよう池袋の方かましていこうと思います。すいません、少しだけねちょっと短くなると思うんですけども、ちょっとだけね、あの本日12月13日で、今月というかもう今年もあとまあ8日間ぐらいになるかなと思ってるんですけども、皆さんあと1週間頑張ってください。今日行けば仕事がお休み、仕事じゃねえ、学校がお休みの人もいると思うので、本日頑張っていきましょうという感じで、皆さん一緒にいってらっしゃい。マジ23だよとかさ、一発かましたじゃん俺今、一発かっこいいのかましたじゃん今日だと思うんですけども、頑張ってください。かましたじゃん俺今、お前ら何マジで本当に何23だよ、23だよ。じゃダメだ、俺今日12だから、思い込み激しい日だから。お疲れ様でした、またさようなら。すいませんでした、調子乗ってました、申し訳ありませんでした。あーごめんなさい、すいません、失礼します。